愛知県田原市の伊良湖と三重県鳥羽市を結ぶ伊勢湾フェリー。伊勢神宮にちょっとお伊勢参り、うん、お伊勢参り行こうかなと思います。地元のフェリーなので、ね、あの活性化してか生き残っていただきたいということで利用しました。この時期土日は1日に往復9便、ゴールデンウィークには往復13便の運航を予定し、観光客らでにぎわいます。運が良ければイルカの姿を見ることも。もちろんこれまで一度の事故もありません。救命胴衣は何個ぐらい積んでるんですか？550個ぐらいは積んでですね、お客様の人命預かっておりますので、想定外っていうのはありえないです。救命胴衣は定員よりも60着ほど多く積み、万が一に備え救命浮器も搭載しています。また知床で事故を起こした運航会社が船から外したとされる GPS プロッターは、そこの大きな画面のが、レーダーですね。でその右側が GPS プロッター、まあ、予備として常に2台搭載して。さらに伊勢湾フェリーでは船員として20年以上経験を積んだ船長に運航を任せています。はい、伊勢湾フェリー鳥羽です。伊勢丸どうぞ。この状況いかがでしょうか？どうぞ。はい、このような方は異常ありません。運航判断も出航時の天候だけでなく、海が荒れることが想定される場合は速やかに欠航するといいます。安全管理を徹底しているからこそ、知床遊覧船の社長の発言に驚きを隠せません。条件運航みたいな考え方って考えられるんでしょうか？考えられませんね。やはり気象海象っていうのは、まあ、変化するのは当たり前、もしそういう恐れがあるんであれば出さないっていうのが私の旅客船事業者の基本だと思います。また三重県鳥羽市や志摩市で遊覧船や定期船を運航している志摩マリンレジャーは、社長の私であっても、うん、船長から、運航管理者を通して、運航を中止するという内容の連絡があったときには、それをその判断を覆すことはできないと、私には行けという権限は全くないんです。志摩マリンレジャーの安全管理規定では、社長、安全統括管理者、運航管理者、船長の4人に運航の可否判断の権限があり、この中で1人でも反対すれば運航を中止します。船の整備も年に1回の定期点検はもちろん、運航前に17項目の点検を実施し、その記録を残しています。ちょっと不安だったんですけど、逆にこういう事故があったから気をつけてくれてるのかなって、危険なことはしないんじゃないかなと思って思いました。事故防止、安全管理に気をつけて、皆さんの楽しい思い出になるように、努めてまいりますので。明日からゴールデンウィーク、この地方の運航会社は安全管理を徹底して観光客を迎えます。